はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤でーす。今回もよろしくお願いします。まあ今回ですね、たまにはちょっとサーブの練習をしている風景と、一緒にお話しできればと思います。よろしくお願いします。まあ今回サナサナさんからですね、まあ簡単に言うと、進級したのに他の二人コーチがいて、あるコーチにはすごいこう冷たい態度を取られたっていうのでね、読んでいきたいと思います。お願いします。またまたご相談ですっていうのね、コーチについて、週2でW。ね、二人ってことですね。別のコーチにヘッドコーチとバイトコーチに習ってました。ヘッドコーチ3ヶ月。習い今回初中級に進級できるよって言われて喜んでいたら、バイトコーチから初心者から初級お世話になっているのですが、1年以上です。今日のレッスンでバイトコーチに、僕は進級には20丸はしてないよってヘッドコーチが言うならいいんじゃないっていう、冷たいあしらいを受けたらしくてですね、初心者から初級でお世話になっていたのに、頑張っておいでって背中を押してほしかったです。来年から初中級にクラスにで習ってもいいのか、別のクラブにテニスクラブに行った方がいいのかっていうね、お悩み相談でした。まあこれぶっちゃけやっかみでしょうね。バイトコーチね、なんて言うんですかね、まあまあ、これに対してですね、僕はオープンチャットでお返ししてる内容をそのまままず、読んでいきますね。いや、言っていいでしょう。てか、ヘッドが OK なら何の問題もありませんよ、と。バイトコーチは一括りにしたくはな、ありませんが、妬みと、ね、まあ嫉妬ですね、きっとっていうのをね、僕は返信してます。ヘッドコーチはそれなりに責任を持たないといけないので、間違いなく問題ありませんよと。まあこれはもう本当その通りで、ヘッドコーチってね、まあ他の、社会の企業に比べると、まあね、そこまでの役割かどうかわからないけど、結構重要なんです。上から言われたりですね、下からいろいろ言われたりで、そのコーチが OK なんだね、僕はいいと思いますよって話を差し上げたんですね。で、基本的に、僕思うんですが、良くないテニスコーチって2パターンがあって、ね、その説明を差し上げたんですよ。まあ、モチベーションをね、保っていただきたかったんで。で、低い人が頭が悪い人。まあ、多くのコーチはそうではないと思いたいんですけどね。やっぱこういう人が多いですね。なんか自分のクラスからいなくなったら冷たくなるコーチとかね。だってお客さん進級するんだったらいいじゃんって僕は思うんですよ。進級が全てじゃないけど、進級したかってね、できない人は別ですよ。だからこうやってヘッドコーチがいいんじゃないって言ってね、この間ユウさんもおっしゃってましたよね。なんか、振り返っていったら、あれなんでその急にいいのみたいな。だからこれはね、だから僕は本当に気にしない方がいいと思う。テニスコーチってね、やっぱね、本当にテニスコーチ好きでなったんだったらいいんですけど、働き場所がなくて、テニスしかやってなかったし、大した戦績もないし、どこも拾ってもらえないから、まあテニスはそこそこできるからなっていうので、コーチになってる人もいます。実際にやっぱこういう話も聞きますし、大きいスクールさんだと、全員が全員じゃないですけどもね。やっぱり何人かに一人はこういうね、冷たい対応する人がいると思いますし、ね。そういうコーチは多分他のお客様にも同じ口の聞き方をすると思います。でも本当にね、失礼なやつはとことん失礼で、別に僕は成人ではないので何とも言えないですけども。まああとは100歩譲ってね、サナサナさんがね、進級しちゃうから寂しいんだと思った裏返しだと思うんですね。まあ、それにしても何というコーチなのかと。動画もよろしければアップしますのでご参考ください。まあ、この動画ですね、こちらの動画をアップさせていただくって話で、スクールはせっかくなので変えるのはもったいないと思いますが、サナサナさんの無理のないように決められると良いと思いますっていうね、お話させてあげました。まあ、これに対してですね、サナサナさん、ありがとうございます。涙が出てしまいました。バイトコーチは60代って60のじじいになって、もうちょっと言葉選べようって思いますよね。もう、稚拙この上ないですよね。いや、僕、これ聞いてびっくりしたんですよ。若い子はね、まあ、自分自身にも振り返ってみて、やっぱこう、若気の至りでね、30代ぐらいまではね、なんかこう、口の聞き方とかね、こう、ちょっと失礼に当たることとかね、いや、僕もありますよ。ガッと張り替えた方がいいですよって、腐った牛乳飲んでるのと一緒ですよ、みたいな、すっげえ失礼なこと言ったんでね。まあ、そのお客さんもね、すごくお世話になった方で、笑いながらそれ言われた。これはまあ、言わない方がよかったな、っていうのでね。まあまあ、いろいろとご指摘受けたりしたんですけど、60代でこれはもうね、このコーチのレッスンは行かない方がいいと思う。で、まあ、初心者からお世話になったので、初級に上がれたのもそのコーチのおかげだと思ってました。だから結局ね、ピヨピヨちゃんとか、モールさんとか、ね、みゆきさんとか、
いい人っていうかね、さなさなさなさけど、いい人に限ってね、調子こくんですよ。そういうバカなテニスコーチは、本当に。だって普通このお客さんがいれば、もうなんてありがたいんだろうが、もうありがとう言って上達して、もっと上手くなって、まあね、僕のクラスあったら来てくださいねって言うんだったらいいんだけど、もうこれはもう論外です。で、まあヘッドコーチの方がやっぱり立場上だし、やっぱり責任感が違います。やっぱりバイトコーチ、今は業務委託って言ってるんですけど、これ税金対策とか考えたらね、全然ね、実はね、業務委託ってね、名前だけかっこよくてね、すごい負担大きいんですよ。アルバイトの方が実は良かったりするんですよ。まあ一概には言えないんですけどもね、ざっくっと言うとね、大手さんはね、そう、まあどっちにしてもね、これは失礼だっていうかね、もうこのコーチ何してんだってね、今日の一緒の生徒にも在籍してほしいんじゃないかって言われましたが、コーチは進級するために生徒を教えてますよね。ごめんなさい。焼け酒と涙と老眼鏡で誤字脱字があると思います。ごめんなさい。久しぶりに悔し泣きしました。おばちゃんがって、いや、おばちゃんじゃないです。こういうね、綺麗な心の人は一生経ってもお姉さんだと思いますし、僕も、おっさんではなくお兄さんだと思い続けております。まあだからね、ほんとね、いるんすよね。こういうわけわからない人が。なあ、そこすごいこう、残念だなと思うし、ねえ、テニスコーチに対して60になって、普通60ぐらいのコーチで僕お世話になってる方はね、まあ責任ないんでしょうね。そういう責任ある立場のポジションの方が多いんで、まあ、本当にまあ、それぞれ個性はありますけれども、やっぱり、なんだろうな、僕自身やっぱり、この、伊達に生きてないなんていうのはちょっと偉そうな上から目線なんですけど、やっぱり、ああ、すごい人生経験されてるなって思うし、今でもやっぱりそういう方頼っていくから、60になってこう言ってる人はもう近寄らない方が、いいと思います。うん。で、まあ、進級が、まあ、これに対してね、僕も返信してたんですけども、まあ、よかったらオープンチャットの方からね、細かい内容を読んでいただければと思うんですけども、まあ、僕ももう45になって、まあ、テニスコーチね、させていただいてるんですけど、やっぱね、見た目も若いし、まあ、若く見られるのは自負はしてるんですけども、でもやっぱり、若い子には、感覚には勝てないですよ。今、うちね、YouTube、月1で作ってくれる福地 P プロデューサーね、もそうだし、相方 A だって7つ下だし、相方 B なんて10個下で、やっぱりね、その年その年の店長も10いくつ下かな。だからね、若い子を一概に否定する最近の若い者は、みたいなね。は、良くないと思う。行為に対してこれはね、とかだったらわかるんだけど、年取ってくるとね、なんか全て自分が正しいみたいな、特に男のコーチなんで特にもうそうですよね。まあだから、ほんとこう、老化をね、していきたくないですよね。まあ老化っていうのは、もう老害と一緒だと思うんですよ。体が衰えてても、僕は本当に、またこれも YouTube つながりでね、仲良くさせていただいてる方が今度70ぐらいですかね。レッスン差し上げてね、ご視聴してるお客さんだってもう80前後の方もいらっしゃいますし、そう思うとね、やっぱりね、年重ねて、慣れてるんですよね。だからそういう、まあ、自分もいずれ年取ると思うから、当たり前ですけどね。もう気持ちの上では老けないですよ。ただやっぱそういうことを考えていくと、やっぱりこう、ちょっとでも、例えば僕もね、まあ大したことはしてないけども、まあよくあんだったら、まあ何かスタッフが困った、まあコロナであろうがインフルであろうがなんか習って、レッスン休みたいですって言った時に、なんでそんなで風邪ひいてんのっていう言い方はするようなコーチにはなりたくないなと。常に自分は体を張っていけるような、積極的精神でいきたいなと思ってますし、やっぱこれね、老いっていうのは本当に怖い。なので、ぜひですね、さなさなさん、頑張って、ください。まあね。で、まあ、さなささんね、ありがとうございます。木曜日にレッスン2回振り返り月曜日にしました。テニスクラブ千葉県ですよ。通いたいけどっていうのね、ぜひ、どこのテニスクラブなんだろうか、これ。大きいところっぽいですよね。そうか、まあ、なんとなく察しはつくんですけど、この業界結構いろんなね、話が、よく、スタッフつてとかお客さんつてとか、入ってくるんでね、コーチもいろいろなんですね、泣きすぎて目がパンパンです。笑っと、ありがとうございます。またお願いします。コーチ同士のハワスなのか、生徒が辛いです。そこなんですよね。まあだから、こういうお悩みとか、まあ僕が、ね、それを聞いてどうにかなるものでもないとは思うんですけども、まあ本当に気になることがあったら、ぜひですね、気にせずに、特にこのオープンチャットってね、名前も変えられるし、写真も変えられるし、まあもしかしてお客さんも混じってんだろうなっていうのも、リアルね、いらっしゃるかなと思うんですけどね。まあまあ、そういったですね、お悩み、僕でよろしければ、お伺いしますので。ただね、どうしても、悩むのって必ずいいお客さんなんですよ。
で、なんか物申したりわけわかんないこと言ってくるのは良くないお客さんなんですよ。だから、サナサナさん少なくとも僕は、絶対という言葉はあまり好きではないですが、絶対、サナサナさんは、お客さんの中でも、トップだと思いますから、自信を持ってですね、そう、心あるコーチに。で、今回ヘッドコーチが言ってるんだから、もう他の人の言うこと気にしなくていいと思います。はい、背負うものがやっぱ違います。やっぱりテニスの上手い下手ももちろんあるかもしれないんですけれども、やっぱりね、背負ってるものの違いってすごく大事だと思いますんで、ぜひ、頑張ってください。今日はこれで終わります。いつもご視聴いただきありがとうございます。さよなら。